スキャンダルのクライマックス後楽園ホール監禁事件とはなぜ長州の新団体 WJ は悲惨な結末を迎えたのか2003年長州力は WJ の末期地方遠征では2900円の安いホテルに泊まり食事もハンバーガーで済ませていた天下の長州が「おい石井モツバーガーってうまいな」 やっぱりスプライトが一番だなどと頬を緩ませていたという東広島で開催された大会には観客が40人ほどしかいなかった会場を見渡した長州は「俺こんなところで試合しなきゃいけないのか」と寂しそうにぽつりとつぶやいたいつも殺気を身にまとっていたはずの長州がその時にはもう見る影もなかった 2002年5月新日本プロレスの現場監督を務めていた長州は新日本を退社企画宣伝部長の長嶋勝治らとともに新団体 WJ プロレスファイティング・オブ・ワールド・ジャパンを立ち上げた北海道の実業家福田氏を社長にその資金も潤沢とされた WJ2003 年3月1日の旗揚げ戦が行われる会場も それらしく横浜アリーナと決まった。アントニオ猪木との確執により新日本プロレスを追われた長州力と参謀の長嶋勝治の2人が WJ で夢見たことはアントニオ猪木に対する復讐でもあった2002年12月東京湾の屋形船で旗揚げ前の WJ は数百万円をかけた豪華な忘年会を行っていた。 参加者は社長の福田氏長州長島をはじめ各界の著名人など豪華なメンバーであった参加者に配られた手土産の夕張メロンは1個2万円だったというまたウニやイクラなど北海道の珍味が詰められた超高級なお歳暮も配られた伝説の 一晩で500万円が消えたという新団体 WJ のド派手な忘年会であった。だが、この夢のような一夜をピークにして、史上最悪のスキャンダル団体 WJ は、地獄へのスタートを切ることになったのである。この長州の新団体 WJ のスポンサーに名乗り出た福田社長とは、 北海道でパチンコチェーンや不動産業などを展開する実業家で古くから新日本プロレスの谷町だった人物である福田氏が長州長島と知り合ったのは1990年頃。これは新日本プロレスにおいて長州長島体制が確立された時期である福田氏は長州を窓口として新日本プロレスの有力スポンサーとなっていくが その福田氏の潤沢な資金力が広く業界に知れ渡ったのは、1995年のことだった。同年4月、アントニオ猪木率いる新日本プロレスは、北朝鮮で平和の祭典を開催。2日間で38万人という観客動員記録を打ち立てたが、言葉巧みに北朝鮮側に支払いを押し付けられ、億単位の赤字を出してしまう。 そこで新日本が頼ったのがこの福田氏だった長州の口利きで福田氏は一括返済を条件に億単位の金を新日本プロレスのために用立てたいくら好調だった新日本とはいえ億単位の借金となればそれは経営を直撃するしかしここで神風が吹いたユーインターとの全面対抗戦である このアングルで一発逆転に成功した新日本は福田氏に借金を一括返済この時福田氏はプロレスの興行のうまみと新日本における長州長島コンビの力を思い知ったしかし2002年長州と長島はアントニオ猪木との確執により相次いで新日本プロレスを退団2人は新団体のスポンサー探しを始める そこで、新スポンサーに名乗り出たのが、長州とは古い付き合いの福田氏だった。2002年7月、長州と長島は札幌で福田氏と会い、スポンサーの約束を取り付けた。そして福田氏は、1億円の現金を長州の個人口座に振り込んだ。1億円が入った WJ はいよいよ旗揚げの準備に入る。だが、 ここから無計画なお金の使いっぷりが始まる。選手の支度金は一人当たり破格の500万。選手の合計で合計4000万。サイパンでの合宿費で384万。その他、社長用の車セルシオに688万。リングに842万。フェンスに100万。道場に715万。 巡業バス、トラックをキャッシュで購入し、1500万、さらに目黒の一等地に毎月賃料だけで120万かかる事務所を構え、敷金だけで791万、さらに社宅や寮まであったそうだ。ギャラにしても高額で、レフリーの穂長で年俸が800万円、マサ斎藤を新日本から引っ張るときも、毎日送迎の車を出す。 といいう条件提示までしていた恐るべきことに WJ は1ヶ月余りで1億円を使い切ってしまったまだ旗揚げ前なのにすでに会社の金庫はゼロになってしまったさすがに焦った長州と長島は追加で1億円もの融資を福田氏に求めた福田氏は了承し2回目の1億円も前回同様 福田氏が長州長州島に貸し付けた。いよいよ迎えた2003年3月1日横浜アリーナでの旗揚げ戦大雨という不運な天候と三沢対小橋をメインとするノアの日本武道館大会と K1 ワールドマックスの有明コロシアム大会が同日に重なったとはいえ会場はスカスカすでに旗揚げ2週間前の時点で 大似たがこう言っていた。ガラガラだったら俺がチケットを買い取ってやろうか安なる不入りの示唆旗揚げ戦直前長州は横浜アリーナの周りに宣伝カーを走らせればいいよと言っていた危機感がなかったのも確かだった旗揚げ当日いざガラガラの会場を目にすると長州は自分の集客能力がこんなに低かったのかと 大きなショックを受けたしかし第1試合の石井対上野はゴツゴツした名勝負になるボディスラムも相手をマットにめり込ませんとするほど最後は石井がマウントパンチの連打でレフリーストップ勝ち互いの前向きさが伝わり残酷な空気にはならず場内は大歓声に包まれた WJ の広告には よく「マグマ」というフレーズが用いられていたが文字通り長州の新団体の目指すほとばしる熱さをそのまま可視化したような名勝負だった続いてはロードウォリアーズの登場や長谷博と佐々木健介のタッグの復活コ中対大仁田の電流爆破マッチまであるそして WJ に参戦した鈴木健三対大森高雄の次世代対決 そしてメインは長州対天竜の一騎打ちという豪華なマッチメイクしかも長州と天竜はこの日の第一戦を皮切りに旗揚げシリーズ6会場全てでシングルマッチつまりは6連戦を行う予定だっただが第1試合で生じたはずの熱はその後は続かなかった注目のメインは長州がラリアットで決めたが 浴びせ倒すような形で切れ味が足りていたとはいえずスリーカウントが入ると客の方に戸惑いの声も上がった試合時間は長ければいいというものでもないが7分58秒という短い試合タイムの中に中身がギュッと凝縮されたものでないのも確かであった観客の不入りにショックを受けていた長州はそれがリング上で露骨に現れてしまった結果であった このメインの長州対天竜のシングルマッチが7分とあっけなく終わったことでその内容を酷評するファンも多かった旗揚げ戦の客入りは半分程度なんとか黒字にはなったものの当初見込んでいた数字には程遠く旗揚げ戦の模様は数日遅れで TBS が放送したがこれも放映権料ゼロという契約であった 長州にはジレンマがあった大仁田対越中の史上最大の爆破デスマッチをマッチメイクしたが長州としてはやりたいことをやるために旗揚げしたのに集客のために大仁田をあげることで試合を報じる新聞や雑誌にはそれが前面に出て理想とした殺伐としたプロレスとはかけ離れていく。 だけど大仁田が出場しないとやっぱり集客が決定的にダメになる続く旗揚げシリーズは3月6日に開幕も注目の長州対天竜は2戦だけ行い後の3戦は中止に表向きは天竜の怪我とされたが本当の理由は長州から欠場を申し出たのだ気持ちが切れてしまったのだ 客のいない会場で体を痛めつけて戦うのが嫌になったのであるさらに目玉の一人である大仁田も旗揚げシリーズ最終戦を欠場当時参議院議員だったため臨時国会に待機する必要があったからだ相次ぐ欠場に当然風当たりは強くなったさらにスカパーと進んでいた放映交渉の頓挫など悪い流れが怒涛のように押し寄せた そして次のシリーズもファンの熱は戻らず4月下旬から5月上旬のシリーズも不入りが続きこの時期すでに団体の資金は尽きていた5月4日の神戸大会では長州が最後の舞台がどこになるのかと弱気なコメントを残しているこの頃長州長島福田社長の3人は給与を返上そして 選手のギャラカットが検討される。WJ の選手のギャラの高さは有名であったプロレス業界が急速に冷え込む中で WJ はおよそ考えられない大盤振る舞いを続けていたのであるそして窮地に追い込まれた WJ は一発逆転の賭けに出るプライドブームに便乗した総合格闘技イベント X1 である お金に困窮していたため佐々木健介から500万円を借り入れ起死回生の一発を狙ったこの X1 はブライアン・ジョンストンのプランを聞いたマサ・斎藤が会社に提案藁にもすがる思いで飛びついた企画だっただがそれは格闘技やれば儲かるんじゃないという安易な考えでもあったブライアン・ジョンストンの企画ということで 出場選手の選抜リングを囲う金網の手配も一任したというがこれがとにかくひどかったアメリカから届いた金網は部品が足りなくて仕方なく近所の板金屋みたいなところをタウンページで探してなんとか当日までに作り上げたのであるがそれも試合中に壊れてしまいセコンドの選手が抑えているような状態それ以上にダメだったのが 外国人選手たち、とてもプロの格闘家といえるレベルには程遠く、素人同然であった。結局、X1 は選手は素人、経費はかかる、金網はお粗末で試合中に崩壊してしまうなど、散々の大会で起死回生どころか、結果は完全に裏目に出てしまった。長州はこの X1 のイベントプロデューサーでありながら、 全試合終了後にコメントも出さず会場を後にしてしまい批判を浴びたそして佐々木健介はなけなしの金をはたいて500万円を会社に貸したが結局返してもらえず長州との確執を生むことになってしまうその後も WJ の瞑想は止まらず予定していた2003年10月22日の後楽園ホール大会が ボクシング工業ととダブっていることが発覚単純ミスで WJ は後楽園ホールを抑えておらずチケットの払い戻し業務に追われる羽目になったこのありえない失態がネットの掲示板などで祭りを引き起こし WJ の信用は完全に地に落ちたそしてレスラー兼営業を担当していた八代吉昭は 長州があまりに営業面で協力姿勢を見せないため怒りのあまり東京スポーツに WJ の工業的不入りや給与の支配を暴露 WJ は選手の不満が渦巻いている文字通りのマグマだよと発言大きなイメージダウンを招いてしまったさらに悲劇の連鎖が WJ を襲うレスラーのジャイアント落合が 道場で突然倒れ、数日後に亡くなってしまう。佐々木健介によるしごきが原因ではないかとの噂も流れ決まりかけていた新しいスポンサーの話もこれで白紙撤回となってしまった2003年10月からは選手の給与が支払えなくなったためついに長州以外の全選手を契約解除としたそして 2003年の11月には規模縮小を発表。WJ はボロボロの状態になり残っていたのは長州の意地と長島のプライドだけだったもはや長島には WJ の生き残り策は一つしかなかったそれは新日本プロレスとの対抗戦であった長島は角質が原因でたもを分かったアントニオ猪木に頭を下げた 猪木は長島を許し対抗戦を了承したのであった長島は新日本との対抗戦を猪木に取り付けたことを長州に報告しただが長州は首を縦に振らなかったこの時の長州には猪木に頭を下げれないほどのわだかまりが残っていたのだそして長州は橋本のゼロワンとの対抗戦に打って出るのであった WJ のトラブルのクライマックスは後楽園ホール監禁事件である負債が3億円まで膨らんでいた WJ は2004年3月1日の後楽園ホールで旗揚げ1周年大会を行った全試合終了後控え室にいた長島のところに後楽園ホールの担当者がやってきた会場使用料の支払いが18万円足りなかったのだ 長島は担当者に後日支払うと言ったのだがすでに WJ は完全に信用を失っていたため支払うまで返してもらえず控え室に半ば監禁された長島は知り合いに電話をしてお金を借りその場で支払いを行い何とか解放されたそして旗揚げ1周年のこの日が WJ の事実上の終戦記念日となった 長州といえばプロレス界の大スターであったはずなのに、なぜ WJ では悲惨な結末を迎えることになってしまったのか。まず、レスラー以外のフロントが決定的にダメだった。チケットを売ることのできる営業がいない。工業のポスターは立派なのがすり上がってきているのに、事務所の端っこに何千枚と積まれたままになっている。 社員ができないならその指揮を執る人間がしっかりしなければいけないのにそうした役回りをする人間もいないまた資金計画やお金の管理ができる優秀な経理マンもいなかったあと長島も新日本時代のつて以外で新たなブッキングができなかったためカードは最初からマンネリ気味だったそして WJ 崩壊後の2005年8月4日両国国技館長州と健介は WJ 時代の遺恨生産との歌い文句でレッスルワングランプリで試合を行ったこの一戦は健介の勝利で終わったものの試合後北斗晶が長州の控え室に怒鳴り込むほどの不穏な試合となった見る限りでは普通に試合が進んでいるようで 技のの攻防もあったのになぜか途中から健介が両手を広げてお手上げのポーズで首をかしげる仕草を繰り返す健介がノーザンライトボムを決めても長州はスクッと立ち上がるなどぎくしゃくとした内容になった長州からすれば健介にはギャラの未払いも合わせると1,000万ほどの借りがあってでも弟子であることには違いない そうした中で、試合をすることへのの葛藤があったのだつまり、負けブックは飲んだけど、負けたくないという、それが潔さを欠く展開につながったのだ。北斗は、この長州の姿勢に激怒して控え室に怒鳴り込んだのだ。北斗は、この長州対健介戦が組まれた際の週刊ゴングでのインタビューで、WJ 当時のことを暴露している。 ここで北斗は、X1 の外人選手招兵の費用をケンスケが自腹で建て替えたこと、X1 の試合で骨折した際に、プロデューサーの長州はもちろん、他のスタッフも誰も病院まで付き添わなかったこと、ケンスケがノーギャラで巡業に出かけ、骨折を押して試合したことなどを話している。結局、WJ は負債総額2億4000万円で崩壊した。 最後は福田長州長島の3人で8,000万円ずつ借金を背負う形となったそれにしてもたった1年でこれだけのスキャンダルを起こした団体は後にも先にも WJ だけかもしれないご視聴ありがとうございましたチャンネル登録・高評価よろしくお願いします